注文手続きへと押すと、こちら飛行中にステータスが変わります。15番ホールのバックティーに受け取り所を設けさせていただいて、でお客様が今回対象とさせていただいている10番ホールから13番の間でスマホのアプリで注文を欲しい商品を選んでいただいて注文していただくと、この設置させていただいた受け取り所にドローンにその荷物を装着させて運んでくるというようなサービス。最大な課題というのはですね、やはり規制だと思ってます。技術はどんどん進化していて、人がいる場所でもですね、いかに安全に飛ばせるかというのはかなり進化してきていると思っているんですが、こうやればもっといいですよということを国にもどんどん提言していきたいと思ってます。